コラボのデカマシーシリーズ、はい、継続です。よし、よし、スリークソンの Z シリーズですね。 Z585 と785 ダイヤンも585の785があるんで、まあ、これをまずアイアンをこっちのガリュードでアップ で、はい、でドライバーを蛭子さんの方で、はいはいはい、アップする感じで、まあとりあえず言うと、そうですね、ちょっともう話すの疲れてきたあちょっとシダでちょっと疲れてきた、ね、そうっす、行きましょう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 。今回の Z シリーズは何が585、785、まあ、両方出てるんですけど、585は優しいモデルですね。前作とここに085も持ってます。085ですね、これ特注で今日はファンシーモップって書いてある。これがファンシーファンシーファンシーですね。これはですね、 M でもう一個は785ですね。前作も同じ5シリーズ7シリーズで一番優しいものと、まあ、一応中間っていう形でありまして、はい、今回9シリーズっていう、まあ、松山プロとかアイアン使ってるやつとかが出てないんですね、はい、基本的にはこの2モデルで、はい、まあ、今回スリーソン大きく変わってるところ、585のこれ今回カチャカチャついてないんです。ついてないですね、はい、うん、これ違う、これは重りウェイトですね。こっちはこうカチャカチャが7シリーズはついてるんです。あ、そうなんですか、はい、5はついてないんですよ、ね、これ結構5はそれで打てと、そうです。それぐらい多分でも自信はあるんだと思います、はいはい、ダンロップっていうと、もう一回一番売れてるゼクシオっていうメーカーがあると思う、はいはいはい、モデルがあると思うんですけど、ゼクシオって絶対つけないんですよ。もうそれがプライドなんですよ、うん、そうですね、これで 100% いけるって自信を持って出してるんですよね。なので今回もこの Z の5シリーズっていうのはかなり力が入ってる。でどっちかというとやっぱりもうアマチュア向けのクラブなので、かなり優しく作られてて、このままこれを使っていけますよっていう、それぐらいまあ優しいモデルだと思います、はい、なので、まあ、今回飛距離性能もかなり捕まりもいいので、多分このカチャカチャついてないってことは、このシャフトのまあ長さだったりとか、そのまあどこまで刺してるとか、いろんなことを全て計算して作ってる。ダンロップのゼクシオがそうなんで、まあ都市伝説で工房さんとかによく言われるのは、ゼクシオの場合ってリシャフトとかすると逆に飛ばなくなる、性能が落ちる、それぐらい自社で作ってるそのままの状態がいいっていう。要はデフォルトがベストベストっていうことですね。で作ってるので、これ結構押せるマジでマジで、まあじゃあでも、ね、ぜひ試して、ちょっと待るっていう、まあ、はい、ねね、はい、はい、ちゃんとシャフトは純正、ちゃんと純正で入ってるのが、はい、S と SR なんですけど、あ、そうですね、今ちょっとこれ785が SR、 そうですね、シダクラブの発売前、シダクラブ785が S ですね、はい、純正の、トゥーガーがめっちゃ上がってますね。あ、なんていうんですか、左に持ってってくるわけ、トゥーアップして、はい、ライがあるように見える、見える、はい、じゃあ、イエロー、あれやる、ベンホーベンホーベンホーベン呼び捨てたよ、大丈夫、説明します、え、ベンですか、ベンは大丈夫です、もうブリストルです、はい、イエローにベンベンベン、これね、全部内損じ、ストレートだって、いいね、おい、いいじゃん、えぇ、イエローはこれがいいよね、絶対回しちゃう、やってるよ、だからこうやってるよ、確かにやってる、これやってるよ、やってる、やってる、これないと一回そうだね。こんにちは。打ちやすい。ちょっとフェード気味。うん、多分スライス出ちゃった。ああ、いつも出ちゃったね。あのね、今右肩出てたよ。お、いや、スライス。いや、いや、こんなに曲がってない。2000出ちゃった。
がりがね、すごい。またバカにしてんだろ。ちょっともうすぐ長くなるとあれなんで、はい、次がじゃあ78号。ほら、いいじゃん。来た。一歩ね。ほらいやでもこっちの方がなんか硬くていい感じ。いや全然参考にならない。でもいや違う、だって全然買いたいと思わない。思わない。参考にならないじゃん。硬くていい感じ。いいんじゃない？いいね。なんだね、やっぱ反省しとくかね。さっきのやっぱ DS の方がいいけどね。申し訳ねえけど。あれ？それ誰だ？誰だ？ループさないよ。うお、261いいかな。ちょっと頑張りましたね、でもね、いや、いいっすよ、いいフィーリングがすごくいい。でもシャフトが純正だとちょっとあれなのかな。あ、これカチャカチャないもんですね。こっちはない、こっちはない、自信がある。そうこっちは自信ある。そうカチャカチャなし。デフォルトで触れるってなるとコスパ悪いっすよね。この後シャフト変えなくていいし。SR だし、多分軽いし、多分振りが速い人とかっていうの、力ない人って多分だからシャフトの多分柔らかさの問題ですよね。そう、ヘッドがどうとかじゃなくて、シャフトが多分軽すぎるんだと思う。だから多分そういう切り多分決めるんですよね。あ、そうだね。僕は58号スタイル。例えばですけど、もうまあスコア見て明確ですよね。まあ100切りするかしないかみたいなぐらいのプレイヤー、まあ、デフォルトでもそのまま遊べちゃいますよ。でまあ自分が進化していけばまた違うクラブを使ってそれまでお世話になるようなクラブ。でこれは何でしたっけ。なんかシャフトの交換もできるし、これはイジレイジレイジレイ両方とも直進性はあるからね、ヘッドのね。確かに、捕まりはいいんで、まあ、スライサーの人も視野めっちゃ捕まるね、本当に、ギャン捕まり、だからギャンギャンスライスしちゃう人っていうのはこっちの方が、イエローがだってまっすぐ飛んだからね。いや、イエローがまっすぐ飛ぶってすごいことだね。これはね、ある意味 CM になりますよ。そうだね、本当にね、スライサーがまっすぐ飛ぶってスイングをクラスが矯正してくれる。いや、ですね、あ、すごいクラブ。いい表現。あ、いいです。ちょっと真ん中どうぞ。もう取れた。だからその練習にそんなに行けない人もいるわけじゃん。初心者ね。だけどラウンドは行くけどみたいな。
ちょっとかはいいかもしれない。速攻性が。そうそう、練習場に行く金をそっちのクラブに使っちゃえば、そうですね、スライサーはそうですね、そうですね、オフスライダーのゴール楽しめる。もうこのままで振れますから。勝手に仕事をしてくれるクラブで、勝手に仕事をしてくれる。クラブ一緒に来る。一緒じゃん。こうするとなかなかでも、ね、でもこっちはクロート向けですね。やっぱり自分で、ね、コントロールしていくの、そうそうそう、クラブ。はい、ありがとうございました。ファンシーモップって書いてある。